何どうしました、何笑いが止まってくなったで、陽平くんと僕はさ、篠原さんに課題を出されてさ、はい、サンズラブを全話見たんだよね。はい、こんばんは、下井です。こんばんは、武井宏奈です。こんばんは、早川陽平です。さあ、始まりましたね、はい、で今回はあの予告通り、はい、BL 特集ということで、はい、で陽平くんと僕はさ、篠原さんに課題を出されてさ、はい、サンズラブを全話見たんだよねすいませんでした。最初の一歩が大変でしたけど見たしたら止まりませんでしたね。いや、あのね、正直言ってドラマの出来がめっちゃ良くて面白かった。確かにですよね、あのよかった、あのね、全然分かんなかったのよ、うんうん、田中圭ってなんで人気あんのって、うん、ずっとそんな感じでしたね、うん、で、あの演技を見て分かったね。なんかあの無邪気な無垢な感じ、うんうん、でリアクションがあのパンサーのなんだっけ尾形さんにそっくりっていう顔もそっくりじゃない、兄弟なのかないや違うと思います、います、僕は違う思ったことなかったですけどね。それとあともう一つはこれだったんですよね、課題。そうですね、これね、めちゃめちゃ売れてるんですね、この何、米田光さんのこれってデビュー作だよね。あ、そうなんですか。うん、え、知らなかった。だって初めての本って書いてあるよ、初コミックです。じゃあそうなんだ、うん、でこれその後じゃあこの米田光さんっていうのがすごい人気作家になったんだ。そうですね、今もめちゃくちゃ売れてる。あの他にちょっと後でご紹介しようと思った本もあったんですけど、うん、もう150万部累計発行部、すごいね、出てるやつとかもあったりとかして、うん、はい、そうなんですよ。いやだからあの男性趣旨が知らない間にBL っていうのがなんか日本の書籍とか音楽とか映画とかの世界で一大マーケットがバーンとできてるんだよね、うんうんうん、僕この本さ新宿のブックファーストで買ったの。あ、ブックファーストの壁2面ぐらいが全部 BL、うんうんうん、壁2面、ね、結構棚が本当に、しかもあんまり普通聞かないようなさ、小電車とか新書館とか中戸川とか、これは太陽図書、うん、はい、ね、だから全く知らないところでこんなでかいマーケットがあったんだねそうなんですよね。なんか楽しんでいただけたようで、はい、嬉しいです、はい、うん、なんかそんな今日背負い込まないで大丈夫です本当ですよね。いや、なんで、いや、本当になんで BL 特集をこんな公開収録でやるんだよと思って、ちょっと、なんで緊張してる？緊張してますし、もう準備しながらちょっとムカついてきて、なんか、うん、でもさ、あの自分が大好きなさ、このある種アブノーマルな世界をみんなにお勧めできるって楽しくない？いや、そうなんですけど、せめて収録にしてくれよと思って、本当ちょっと泣き言を言っております。なくてもオッサンズラブ面白かったかも、それだけで。そうですね。でも吉田光太郎はちょっと気持ち悪かったね。そうなんですよ、吉田光太郎さんの乙女な感じがまたいい。いでも、でもあまり役ですよ、ね、でもあれもうちょっとなんかイケメンのおじさんいなかったかなそう誰ですかね。もう年になっちゃったけど、はい、もうちょっと若い頃の草刈正雄みたいな。わかんない、もうそうするともう本当にそっちの世界になりそうです。逆に吉田光太郎で、まあ、ある意味ちょっとコミカルな時はそうですね、なんかバランスが取れてたのかな、うん、そうね、はい、ではでは、日野さん、はい、もう言いたいことを言いまくっちゃって。あ、なるほど、もういきなり始めるわけなんですね、はい、なんか この企画をあのやろうってなったのが、多分前回の公開収録、前々回かなんかの公開収録の時に、ね、あのこうこれやりたいですって私が言い出してたのが多分きっかけだったと思うんですね。採用で、まあその回を見てくれてる人もいると思いますし、まあ今回初めて見るっていう方もいると思ったので、ちょっとあの前回のおさらいをあのしようかなと思って、はい、まずそこから見たいと思います。何構成考えたんだ。あ、一応考えてきました、ね、いつもこれあの収録さ、ずっと細かせでフリートークじゃない。そうですね、すごいねいやそれがもう本当不安ですよ。でまずじゃあボーイズラブっていうのがそもそも何なのかっていうところからなんですけど、まあ、簡単にちょっと無料部分なので触りだけ聞きたいんですけど、まあ、ボーイズラブって言って、まあ、BL というふうにまあ呼ばれてると思うんですが、うんうん、これは、ボーイズラブの略、うん、B と L が重なったもので、うん、こう男性同士のこう恋愛思考というか、そういったものをあの総称して BL というふうに、うん、あの言われています。で、うん、この BL っていう言葉自体はあの1990年代ぐらいに
こう90年代の初めぐらいに、まあ、生まれたものなんですね、うん、でこれはまあ男性同士の特別なまあ絆とかこれ、うん、あの聞いたことあるか分かんないんですけどブロマンスとかっていう言葉聞いたことあります？ブロマンス？いやないね。BL とはまた違って、うん、こうなんかその男性同士のこう特別なこう親密な関係をこう表す、うん、BL まではいかないけど男性同士の絆を表すこう ブラザーとロマンスのこう掛け合わせた言葉なんですけど、ブロマンスっていうジャンルがあったりとか、うん、そういうものとかあと恋愛とかっていうのを書いたものがその BL っていうふうにまあ言われています、うん、でこれあの BL っていう言葉が一時期流行ったのでなんかあのなんでしょ こう男性同士が仲良くしてるとわなんかボーイズラブだみたいな感じで言う人とか結構いるんですけど、うんうんうん、これあくまであの漫画のなんていうでしょう漫画においてのこうジャンルというかあの少年漫画少女漫画、まあ、ティーンズラブ、ボーイズラブみたいなそういうジャンルになるので、うん、こう性思考とか例えばリアルなこう世界で男性同士 その絆を表すものではないのであのそういうことに使うとちょっとあのなんでしょう BL 好きな人からするとなんかちょっと知ったかしてるなみたいな感じの風に、うんうんうん、あの思われるのでリアルな世界とは全然違うわけね。そうなんです。あの例えばあの2丁目のゲイワールドみたいな話とは全く違う、ね、全然違うということでもうあくまでファンタジーとして、うん、あの捉えていただきたい、うん、でも今さ90年って言ったじゃん。はい。じゃ あの BL になる前のさごくごく初期の、うんでもその男性同士の恋愛を描いていた例の御三家いるじゃない、はいはい、萩尾元竹宮恵子、大島由美子っていう、うん、あのあたりはじゃあ BL じゃなかったんだね。BL というふうに呼ばれていなかった。なかった。僕これ今確かめてみたら78年とか80年だから。さらにね、うん。そうですね。そのまたその話は後であの出てきますので、うん、ぜひそのちょっと深掘りしたいなと思うんですけど、はいはい、で、これをちょっと見ていただきたいんですけど、あの、うん、丸善純駆動書店と文教堂と、うん、あと株式会社ツデイファクトっていうあの会社、これ多分電子書籍 の、うん、あの会社なんですけど、うん、ここがあの一緒にやってるハイブリッド型総合書店ホントっていう、うん、あの書店があるんですね、うんうん、でここであのちょっと画面共有をあのさせていただきたいんですけども、はい、OK、です。このホントがですね、うん、あのした意識 BL に関しての意識調査がありまして。お1800人も聞いたんだ。そうなんです。これすごいのがちょっと見にくいかと思うんですけど、うん、あの2020年の BL コミックの販売数が154% 上昇したというすごいねがありまして、うん、まあ、それだけまあマーケットが大きいっていうことなんですけども、うん、あのこれですね、どんな年代の人が読んでるかっていうところをちょっと、あ、でもやっぱり10代が多いんだね。からでこれ BL を買い始めた年齢なんですけど、うん、買い始めた方か、そう、買い始めたのが一番多いのが10代で、うん、ほぼ半数を占めてて、うん、だいたいこう本屋に行った時になんか気になるなみたいな感じで手に取ったのが初めてっていうのが結構 多かったりするんですね。で、まあ、この買ったのが10代っていうのもあるんですけど、だん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 もう本当に昔からあるジャンルなので、あの今メインの層が10代から40代って言われてて、結構こう幅広い層に支持されてるのがこの BL っていうところなんです。でいいだね、うん、そうなんです。面白い、はい、でこの販売の増加が、まあ、2019年も多かったんですけど、うん、それよりさらに超えて、うん、2020年 154%。 やっぱりそのでも 150% が2年続いたらもう次の年には倍以上だからね。いや本当すごいですよね、うん、225% とかになっちゃうから、うん、ふっくりだな、うん、そうなんです。で、まあ、電子書籍の方がやっぱり手に取りやすいっていうこともあって、うん、あの電子書籍の方が売れてるんだなっていうのをあの感じています。まあ、なんかこんなあの、うん、調査結果もあったりして、うん、ね、ひるなさんはさ、はい、月に何冊ぐらい買うの？私でも前世紀から比べたら全然、うん、前世紀は何冊ぐらい買ってた？私あの行き買いしちゃうんで、花ごと、ほんと一回本屋に行くと、うん、20冊とか買ってた。20冊はさすが行かないですけど10冊とか15冊とか買ってたんで、うん、多分1ヶ月に4回ぐらい行く、ね、そうですね、うん、そう30、50冊とか多分そんなに読んでるかなと。いや、だからすごいよね、考えたら。だって、洋平くんと僕がさ、はい、いやもうレズビアン本当好きで、
好きで好きでたまんないんだよ。だからもう本屋行くたびにレズビアンの本買っちゃうんだ。今月50冊買っちゃったとか言ったら、もうドン引きでしょ、みんな。正直引くでしょうね、普通は。なんか、やっぱりちょっとそのボーイズラブっていうのって、うん、男性がそのレズビアンの、うん、そのカップル好きなのって、となんかまたちょっと違う感覚なんですよ。違うよね。そうなんだよね。本当になんか少年漫画とか少女漫画買うついでに一緒に買うっていう、うんうん、その本当にエンターテインメントの一つで楽しんでるっていう感じなので、うん、だからあの、うん、男性が AV マニアの人っているじゃない、すごい見る、うん、ああいうものとなんか思考性が違うじゃない、うん、ボロ肉体性が出てくるみたいなことないじゃん、まあちょっとはベッドシーンもあるけど、うん、面白いね、このなんか理想のずれ方が、うん、なんか今ヒロンさん言ったように、そうだからなんかその、うん、今日ちょうどさっき夕食食べてる時に うちの娘が中1 で、うん、でこの後 BL の特集なんだって、まあ、たまたま奥さんと話したら、まあ、娘は、まあ、別に意味わかんないんだろうと思ったら、え BL とか言ってなんかいきなり言い出して不女子の人たちのでしょうみたいな、なんかいきなり言い出して、うちの子はそんなの全然知らないと思ってたから、まあ、かといって なんて言うんだろう、なんかもうそう女子同士のなんかみたいな、なんか俺が勝手に描いてたイメージよりもっとライトな感じで、普通にその、うん、そう10代の女の子中学生とか楽しむようなジャンルの一つとしてなんか言ってる感じ。そうだね、うん、昔は本当そうなんじゃなかったんですけどね、もう隠れてこそこそ読むっていうか、うんうん、なんかそっちのイメージ、いや本当に本当に、だからなんかあのちょっと後で話すんですけど、その BL って一重に言ってもいろんなこうジャンルがあって、うん、でなんかまあ同人誌ってあるじゃないですか、うんうんうん、でもちろん BL の同人誌もあるんですよ、うん、でそれ を,、うん、をがあの大量に売ってるお店があって、うんうん、もうめちゃくちゃでかいとこなんですけど、うん、そこに入るのにもう本当になんかチキチカにあるんですけど、人目を気にしてこうささっと階段を降りていくっていうのがもう本当に BL の世界だったんですけど、でもさそういうのが楽しいよね、まあまあ確かにそう、ね、ちなみにさ同人誌ってあの薄っぺらいペラペラのじゃん、 そうですよ、はい、あれは一冊いくらぐらいで売ってるの？ですね、安いと300円とかで売ってるんですけど、うん、高いと900円とか1000円とかで、うん、でも BL にしてもさ、まあ、ロリコンの方にしても、うん、同人誌が売れる人は本当にマンション買うとかって言うもんね、本当にあの、うん、めちゃめちゃ儲かるんですよ。そうなんですよ、なんかオタクってアホだからもう本当に金めちゃくちゃつぎ込んじゃうんですよね、うん、そこに、うん、そうだからよくコミケとかで、うん、あの持ってくカバンってあのスーツケースを持ってくんですよ、うん、絶対うん、なんでかっていうともう抱えきれない、この手提げじゃもう重くて持ちきれないぐらいの冊数をみんな買って帰るから、うん、絶対これゴロ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 で行かないといけないという、でもそういうのがさ日本のアニメ文化みたいなの支えてるからね、うん、本当そうです、結構大事、そうやって使ってくれる人は、うん、そう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 、うん、そういう人はあの漫画も本もちゃんと買うからね、うん、そうなんですよね、うん、そうあの原作にかなりのこうなんでしょう、うん、敬愛というか、うん、あの尊敬があるから、うん、だったらね足向けて、でもヒルナさんがさ、うん、地下のやばい BL の本屋さんにこっそり入ってたのっていくつぐらいの時高校生ですまだ、そっか、うん、あの BL の激しいのは18禁に指定されてる、あもちろんされてます、あじゃあちょっとドキドキするね高校生が入ったら、そうですそうですね、うん、だからいやなんでしょうね、でもそういうの買って変えたんですかね、うん、高校生の時って、いや変えた、変える変える、本屋さんは別に見ない、ね、言わないから、あそっかそっか、そういうもんですかね、うん、そのなんか、うん、そういうもんだね、うん、そうでほら同時視なんかの場合は、うん、合ってないようなもんじゃん、18禁なんて、まあまあ確かに、うん、そうですよね、そう盗まないように全部カバンとか、うん、財布以外のものを全部ロッカーに入れてから、うん、その店内に入らなきゃいけないっていう、いやだから逆に言えばそれほど盗むやつが多かったんだよね確かに薄い本ですからね、どんどん入れてっちゃえるんで、でもちょっと楽しいな、それそうなんですよ、うん、そういう高校生活、うん、それだけじゃないですけどもちろん、うん、そういうちょっと怪しげなあのジャンルにハマって、ちなみにさ日村さんの学校で何人ぐらいいたの、そういうのみんな友達行ってた、そういうやばい店に、なかなかいないでしょ、いやあの私女子校だったので、うん、なんかその女子校ってなんかちょっと特殊で、うん、結構かなりそういう性的なことにオープンなだったりするんですよね、イメージはあるね、そうそうそう、なんでこうエロ本とか回し読みしたりとか、うん、あのしたりとかする感じだったので、まあオタクの子とはいました、でもそれでも 2,3 人ぐらいですかね、まあ、じゃあなかなかすごい尖ってたってことだ、まあでも言わないですよね、他の人には、だって
カバンを預けないと入れないようなやばい店に入ってたんだよ。確かに今思うとすごい度胸ですよね。すごい、ね、そうそう、友達に連れてってもらったっていうのが初めてだったんですけど、いやでも楽しいだろうな。いや楽しかったです本当に、うん、まあちょっとそんな怪しげなあのボーイズラブなんですけど、うん、この後ちょっとあのいろいろもうちょっとお話していけたらなと思ってますので、はいはい、うまくまとめていただきます。お便りと質問言っていいですか。はい、進行管理までありがとうございます。いやいや、とんでもないです。じゃあまず、お便りから、40代ですが、石田イラさんの視点は、自分の現在を別の視点で見つめるためのちょっとしたいい薬になっています。今この現代を生きる辛さ、面白さ、楽しむ工夫などについていろいろ取り上げてほしいと思います。例えば古今東西の哲学者、作家の名言などを紐解きながらとか、うん、とにかく続けてほしい番組ですという嬉しいお便りです。はい、ありがとうね。はい、ありがとうございます。で、続けて質問なんですが、質問はですね、男性の艶っぽさはどんなところに感じますかという、これは BL っぽい世界だね。 BL っぽい世界です。これ男性からの質問なのかな、うん、なんだろう、男性の艶っぽさ、うん、なんだろうね。どちらかというと広野さんに聞きたいとかじゃないの、違う。そうなんですか。でも一応考えてみましたけどね、まあ、私も、うん、どういうところ、うん、なんか私なんだろうなと思ってて、うん、あの私芸能人とか俳優さんとかも、うん、あのかっこいいなと思う人いるんですけど、うん、あんまり性的にこう魅力を感じるなっていうことってあんまりなくて、うん、で一人だけいて、うん、でその人をちょっと想像してみた時何かなと思ったんですけど、うん、なんか線が直線ヒュッてなんて言うんですか、あのね、あもうちょっとあのみんなに分かるように説明して、なんかあの女性ってどっちかっていうとこう、うん、丸みのある体してるじゃないですか、うんうんうん、だけどなんかゴツゴツこうしたなんて言うんですかね、うん、あの感じ、あの腰のラインとか、うん、こう首の首筋のこの辺とかの、うんうん、全部直線なんだその人、直線がそれはどこの役者さん。あ、それもあのあれです、あの韓国の、うん、あのちょっと、あキムシュアの人か、あそうです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 、あの社長役ね、はい、分かる分かる、うん、ちょ名前よくすっかりません、イテウォンクラスの人か、そうそうそうですそうです、うん、あの人はあのちょっと直線だわ、あの性的魅力を感じるなって思うんですけど、なんかあそっか、男らしい直線というか、うん、なんかそれを感じる。僕はね、男の人で艶っぽいっていうと、いわゆる日本でみんながイケメンって言ってるジャニーズとか BTS 系のヤサ男じゃなくて、うん、役者で言うと、あれわかる？あの、メキシコ系、スペイン系のベニチオ・デル・トロ、目の細い。あとはサンドイッチマンの、うん、富澤さんみたいな。ああいう感じの人の方が、うんうんうん、ある種セクシーさは感じるけどね。へ、薄くてそうなんですね、うん、がっしりしている、あじゃあ真逆ですね、ある種動物的な凶暴さみたいなのもちょっとどっかにあるっていう、そういう艶っぽさもある、うん、そうだね、普通のイケメンだとあんまりそういう色気とか艶っぽさは感じないな、うん、あこれはもうそっち側に特化してる2枚目だ、だから結局1枚目だよね、うん、歌舞伎役者でいうドラマの主役をやる、まあ阿部寛でも役所広司でもいいんだけど、うん、1枚目の人がいい艶っぽいかな、うん、2枚目の人は女性向けにちょっとイケメンの細い子が一人いてくれればこっちをつかめるんだけど、はいはいはい、やっぱこっち1枚目じゃないかな、うん、なるほどな。早川さん何かあります？いやでも僕は誰が艶っぽいって普段考えたことないからあれだけど、うん、皆さんが言うなんかいわゆるジャニーズの誰とか、うん、なんかいわゆる美少年とかっていうよりやっぱりなんかちょっとゴツゴツではないけど、そのなんだろうな、今のまあそう、あの1枚目みたいな人、うんうん、あとでも広野さんが言うその、あのイテウォンクラスの彼はどうかわかんないけど、韓国の男性の俳優はやっぱかっ、あだからあのヒョンビンとかさ、うん、あの普通にかっこいいなとかやっぱ思う、なんか色気ありますよね韓国人の俳優って、そうそうそう、なんか、なんかね、強さを感じるね、俺が言うけどさ、なんかそうね、でもなんかインテリ臭いちょっと艶っぽいっていうのもあるじゃない確かに、あのあれわかるかな、ジェレミー・アイアンズっていうイギリスの役者なんだけど、ちょっと後で調べてみて、うん、かっこいいから、はいはいはい、うん、イギリス人はいるかもしれないですね、いや、うん、なんだっけな、自分の息子のフィアンセと恋をして息子が死んじゃうっていうギリシャ悲劇みたいな映画があったのよ、でジェレミー・アイアンズはその映画に出ていて、あのキャンディーストライプっていう赤と青と白の、うんうんうん、床屋さんのあのクリクリの
みたいなワイシャツを着るの、うんうんうん、で役はイギリスの外務大臣なの、うんうん、ではっきりキャンディストライプのシャツを着るとみんなバカに見えるのよ。ところがジェレミー・アイアンズがそれを着てイギリスの外務大臣の役を着ると、ああそっか、キャンディストライプって上品なんだなって思えるようななんか風格が出るの。これはなかなかいない、超難しい。それはキャンディストライプのシャツなんて容器ないもんな。うん、確かにあれ、うん、あの3色結構際どい感じで、いやでもそれがすごく上品に着れるっていうのはやっぱり確かに、そうこういうのは本当に洋服を着る才能だなと思って、ね、うん、そうなんですね。話はつきましたが、はい、次期は後編でということで、番組から、お知らせがあります。今日も公開収録でお届けしていますが、次回7月19日8時からまたオンラインで Zoom で公開収録を行います。今回は戦争は女の顔をしていないという、この本特集ですが、イラさん毎度恐縮ですが一言だけお願いします。これ2015年のノーベル賞受賞というね、まあ大文学みたいな感じなんですけど、全然本当はそんなことなくて、ソビエトの女性兵士の聞き書きです、インタビュー集です、うんうん、もう一度読んだら一生忘れられないエピソード、うん、セリフが山のようにあるっていう。でしかもあの漫画にもなってるんだよね、日本は漫画すごいから、めちゃめちゃ売れてる、うん、なので、まあ、本読むのしんどいなっていう人は漫画を一冊読んで参加してくれればめちゃめちゃ盛り上がると思います、うん、はい、ということで、オフレコトークもこの日もありますので、はい、7月19日月曜日、よかったら参加してみてください。下の方に URL があります。さあということで BL、特集、この後続きは、YouTube メンバーシップ、ニコ動、そして、audiobook.jp で、お楽しみいただけますので、こちらも詳しくは下の URL をご覧ください。ということで、後ほど、はい、もう私が入ったのはこの辺です。でちょっとボーイズラブとヤオイっていう風に書いたんですけど、うんうん、山梨、落ちなし、意味なしの、うん、あ頭文字というか頭を取ってヤオイっていう風に読むんですけど、日本人のゲイの人はみんな言う、のんけと恋をしたら本当に不幸になるからやめなさいよって、はいはい、でフランス人のゲイは何言ってるの、のんけを落とすのが楽しいんじゃないっていうの。すいません、ちょっとあのイラさんと早川さんで、あの一応ちょっと、うん、あの今回せっかく大人じなんで、うん、